こんにちは、さくらです。告知されてから入院や手術をするまでの間にやったことをお話ししたいと思います。私の場合はこの期間が、だいたい1週間ちょっと、10日未満だったんですよね。ちょっと短いんですよね、なので結構取り急ぎやらなければいけないことはたくさんありました。以前話した、手術の前に行う術前検査、これは何日かに分けて行いましたので、何回か病院に通うことになります。それだけでも結構時間がかかるので、結構しんどいで、その中でたくさん書類を渡されます。入院とか手術とか麻酔とか、もうそういうことに関して全部書類がありますので、読んで、名前を書いて印鑑をしてっていう作業ですね。入院の手引きなんかもあったりします。それで、買うものもあるんですよ。やっぱり入院や手術をすると家にないもの、これを買っておいてくださいって言われるものがあるんですよね。で、それについてはまたお話しするんですが、一応何があったかっていう と、緩いパジャマだったりとか、緩い下着、それから、そうですね、下着といっても、パンツとかそういうものなんですけれども、あと副帯っていうものがあります。手術の後に巻くものですね。それも今度お見せしたいと思います。それを揃えつつですね、これは実際一番困ったのかなって思うんですけれども、手術をするときって家族がいないといけないんですよね。一応ですね、私は生まれた家が父と母と姉がいるわけなんですが、それに加えて今、一緒に暮らしている夫がいる、そして義理の、両親や家族がいます。で、手術の時に誰にいてもらおうかという話にはなりますね。で、夫はもちろんいてほしい、なので会社に、有給申請を出してほしい、すごい忙しい時だったと思うんですけれども、了承していただいて手術の日はいてもらえることになったんで良かったんですけれども、これね、本当に大変ですよ。平日に時間を空けてくれる人で、時間って大体何時間とは言われてますけれども、予想外のことが起きるかもしれない、その時にちゃんとした選択をしてくれる人を選ばなければいけない、信頼できる人を選んでください。すごい大変です。それと私の場合は手術後、入院部屋は個室を選びました。何かと迷惑かけるかなと思って個室を選んだんですけれども、ただ個室にしたことによってちょっと不安がよぎったんですよね。もしナースコールが押せないような状況が出てきたらどうしようっていう不安がありました。完全看護とはいえ、ナースコールが押せなければもう本当に意味がないので、やっぱり扉がね、開けっぱなしではない個室だったので、やっぱり誰かについていてほしいということで、姉にお願いをして何日か一緒にいてもらいました。これは本当に恵まれた環境だったかなというふうに思います。実際にボタンが押せなかったんですね、手術後に、なのでこれは本当に良かったです。ただやはり平日に時間を取ってもらわなきゃいけないんですよ。もうそういうのの心苦しさとかもあるんですけれども、そういう手配みたいなことをするっていうのは、告知をされて頭が真っ白な上にこの量をこなすっていうのは結構大変でした。そして私はできなかったんですけれども、もし時間があったら、1ヶ月ぐらい時間があったら私やってただろうなと思うのは、セカンドオピニオンとペット CT です。やっぱりね、予約がいるのでこんな1週間とかの間ではできません。ペット CT はたまたま私が通ってる病院にはないので、外注になってしまうということで時間がなくてできなかったっていうのがあります。ただこの2つ、もし私1ヶ月2ヶ月時間があったならば頑張ってやっていたと思います。これは
手術後に結局お願いしてやりましたけれども、一番いいのは手術前、入院前にやるのがいいかなと思います。はい、じゃあ今日はここまでです。さくらでした。